から今電話来て、で今から東京向かうっていうことなので、今から準備して東京駅に向かいに行きます。こう、しんどい、髪の毛やばすぎでしょっていう感じなんですけど、コンタクトつけて歯磨きします。コンタクト私めっちゃ度数悪いんですよ。-9.50 です。私以上に目悪い人に出会ったことありません。残念ながらパジャマは可愛いの着てないです。ドンキとかで売ってるような地元で買ったスウェットです残念ながら着ておりません。ってことでちょっと準備しようと。朝はこの朝マスク、このシリーズつけてます。もう化粧前は絶対パックしてます。毎日パックしてます。毎日パックって大事って言うじゃん。えいカエル化ですか。友達から誕生日プレゼントでいただいたんですけど、ありがとう。で、ね、このさ、大丈夫かな大丈夫かなまあ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 、たまにはオフ感っていうことでビフォーアフターがすごくなりそうだけど、ね、余裕がある日の朝、まあ余裕はないんですけど、今めちゃめちゃ余裕があるかっていうわけではないんですけど、余裕がある日はキャンドルをつけて準備しています。これほのかちゃんから誕生日プレゼントで、これね、すごいいい匂い、定番の人気の匂いのやつです。私アロマキャンドルがすごく大好きで結構集めてるんですけど、友達がそれ把握してくれてる人多くてキャンドルとかいただくこと多いです。ということで今から化粧をしていこうと思います。なんか暗いね。私の部屋って本当に暗くて、なんか日が当たらない場所なんですよ。もうそんなのさ、病むじゃん、大丈夫って思われるんですけど、はい、病みます結構でも昔と比べたら本当に考え方変えるだけで病まなくなったわけじゃないけど、病みづらくなりました。これメイク動画撮る？でもさ、私そんなみんながさやってるようなさ素敵なメイクはできないの。ってことでメイクが終わったので髪の毛やります。再び洗面所、髪の毛はいつも一旦この感じでハーフアップにしてからここからやってます。 SNS 見てて分かると思うんだけど、あんまり巻かなくて、いつもこんな感じで毎日ストレートです。今キッチンなんですけど、たぶんママと会ったらランチ食べる気がするんだけど、朝ごはん食べたいんで、なんかとりあえず軽く食べようかなって思う。ヨーグルト絶対食べてます。ヨーグルトと、あと最近はハーブティー、水出しハーブティーなんですけど、この、まあ、ハーブティー水出しでこうやってもう前もって作ってるやつと、このハーブコーディアルっていうハーブのなんかつけたやつです。ちょっとよ、なんて説明していいかわかんないんで調べてください。これにハマってて、これをね、ヨーグルトにかけて食べるとかもありなんですけど、私はヨーグルト絶対蜂蜜派なので蜂蜜つけて食べます。飲み物作ります。画角が全く映らん。どうしたらいいの？こう？あ、いいじゃんいいじゃん。あ、よくない？いいじゃん。作ります。ちょっと変な画角ですけど、だいたいこれくらいかな、わかんない。このコップで作るの初めて。多いかも、ちょっと。ハーブティーの中身をご紹介します。表参道から原宿歩いてる時に見つけたって感じなんですけど、美味しいハーブティーみたいな。これベリーです。なんか私本当はイチゴとかベリーとか飲み物系苦手なんですよ。イチゴ系の、イチゴは大好きなんだけど、飲み物になるとイチゴベリーすごいあんま好きじゃなくて、
だけどこれいただいたのね、なんか試食みたいなんで、それめっちゃ美味しくて、でまさかのこれとこれの組み合わせだったんで、もうそのまま組み合わせセット買いしました。しかもノンカフェインなので、私朝カフェイン取っちゃうと体調悪くすることが結構多いんですよ。で体調がいい時じゃないとカフェインあんまり飲めなくて、なのでノンカフェインで基本過ごしてます。でもあんためっちゃスタバ行くやんって話じゃん。スタバもなるべくカフェイン少なめにしてもらったり、ディカフェとかコーヒーとかもなんですけど、ディカフェにしてます。私のデイリー朝とか入れます。わ、バナナ欲しいな本来なら。本当に蜂蜜大好きで、蜂蜜はたっぷりかけます。で完成。こんな感じ、こういうのとこれ飲んで、キャンドルがねすごくね部屋をねいい匂いにしてくれるの。だからキャンドルつけて、いつもこの前日に放送されてたドラマ、私ドラマリアタイで見れないのでを見てます。まじゃまじして食べます。いただきます。今日はブリブリです。ベージュ、ザベージュって感じ。私はハーフアップと三つ編みしかできないです。あとはもうポニーテールとか、なんかさ、フィッシュ棒みたいなのあるじゃんさ、あれできないんだよね。なんか難しくないですかあれ。なんか友達に、私もともとダンス部だったんですけど、ダンス部のいろんな友達にやり方教えてもらったの、結び方。みんなできるんだけど、ダンス部の子は、私だけできない。なんかイベントの日とか一週分した日あったんだけど、確かほのかちゃんにやってもらった。確かそんなに記憶がある。でもそういうね細かいねことがねできないの、ほんと不器用ってあんま自分で言いたくないんだけど、でもそのね不器用さをなんか可愛いじゃんって言ってくれる人もいれば、なんかギャップじゃんみたいに言ってくれる人もいるんだけど、マイナスギャップじゃない？なんかさ、お茶目っていうかはっちゃらけてる子が実は超器用なんですってさ、めっちゃいいギャップだけどさ、できないんですのギャップはさ、カエル化じゃない？きっと知らんけど、もうさ、世の中のさ、カエル化の定義が分かんなくなってきちゃってさ、うん、みんなすぐカエル化なんだから、ほんとに人のこと言えないけど、なんかさ、よくさ、YouTube とかさ、お風呂入ってる時見るんだけどさ、こう、好きな人のカエル化する瞬間みたいなのあるじゃん、フードコートとかさ、めっちゃ私を探してる姿とか嫌だって言うじゃん。え、わかんなくないんだよね。でもなんかカエル化しちゃう人って恋愛経験マジでないらしくて、いやそうだわって思った。だからカエル化しちゃうような人はもっと恋愛を重ねてった方がいいんだって。慣れてないから完璧な彼氏理想しちゃうっていうか、なんていうの、妄想？なんていうの、理想が高くなっちゃうんだって。だからカエル化しちゃうみたいな聞いたけど、どうなんですかそれは。まあどんな姿でも好きになれるのが本当の好きな人だよね、正直って思います。なんだあの子急にハーフアップでいいかな、いいよね、後ろリボンとかつけようかな。暗いね。母がもうすぐ着いちゃうかもしれないっていう、もう早いよ。
仙台からさ東京なんて1時間半で来れちゃうからさ、もう早すぎと思いながらもこうやって準備していきます。見てお花可愛いでしょ。でお気に入りの香水です。もう何年間もこれ使ってます。もうずっとライブ配信でもずっと言ってんだけど、モンパリのリミュエルオーデトワレ、もうねこれしか使えないです。いろんないい匂いに出会ってきたけど、私は一生この子を愛します。で日焼け止めも塗って、もうパパッと行かないとママがついちゃうってことで行ってくる。準備できた、完了。ここにリボンもつけていい感じ。あ、なんか虹はごすごかった。こんな感じです。でちなみにカバンはママがくれたサンローランのバッグで、え、引かない、こうやってこんな感じで行きます。行ってきます。